はい、どうもゆうすけです。僕は今埼玉県深谷市にあります深谷花園プレミアムアウトレットに来ております。ありがたいことにですね、フレンドさんからガーディのタイムチャレンジ有料のやつですね、280円のやつ、ありがたいこといただきまして、ちょっとねそれを、深谷花園プレミアムアウトレットでいろいろ散策するついでにクリアしていこうという算段でございます。それからですね、このプレミアムアウトレットにはねルートが結構あるんですよね。まあ長いやつから短いやつまであるんですけども、特にこの3つかな、プレミアムアウトレット探索、これは本当プレミアムアウトレットの中を探索するルートですね。587m なんですごいいいルートだと思います。それからこの Go to ガリガリ君ですね。まあガリガリ君、深谷市はですねこうガリガリ君の土地なんですね。赤城乳業があるところなんですよ。まあガリガリ君のモニュメントはこのアウトレットの中にあるんですけども、まあ、その Go to ガリガリ君というルート、それから深谷といえばおなじみふっかちゃんですね。ゆるキャラグランプリ確か上位かな、ふっかちゃんのゆるキャラとかいて、そのルートとかもあるんで、まあこれらのルートもやっていきたいと思います。ではまずはですね、もうすでにねここに来るまででも3キロ歩いちゃったんですけども、まずこれからもうすでに歩き切ってるやつから開封していきたいと思います。今回はですね、翡翠のガーディと通常のガーディが交互に来るということで、これ大事なのはですね、色違い運を通常の関東のガーディには使わずに、なるべく翡翠のガーディで色違い運を使いたいところですね。ではいきます。てい、お願いします。あー通常でした。では次は関東のガーディですね。ここで色違いを出してはいけません。どうですか。あ、オッケーオッケーオッケー、セーフセーフセーフです。もう色違い出してはいけないってね、もう相当な縛りプレイですけども。では2つ目です。これは翡翠のガーディになります。色違いお願いします。どうですか。トワ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 。では次は関東のガーディです。色違いは出ないでください。お願いします。オッケーオッケー、セーフセーフですね。なんかあれだな、なんかなんだっけ、黒ひげ危機一発やってるみたいな感じ。では次です。ここで色違い出したいですね。翡翠ガーディです。次は、いやこれね、フレンドさんからいただいたやつなのでね、何としても出したい、フレンドさんに免じて何としても出していきたい。お願いします。うわー、そんなわけなかったね。まあ、そんなに人生は甘くないということですね。ノーシャイニーでお願いします。オッケー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 、セーフです。では残りですね、4キロ歩く5キロ歩くはまあ達成次第やっていきたいと思います。それからルートもやっていきます。でアウトレットの中はですね、まあ、撮影はまあマナー的によろしくないと思いますので、まあ、達成するたびにねこうやってまあアウトレットの外に来てまあ撮影していくというスタイルでやっていきたいと思います。では行ってきます。では深谷プレミアムアウトレット内のルートをやっていきたいと思います。まずやっていくのはプレミアムアウトレット探索というルートですね。これはアウトレットの中を、まあ、半周する感じですね。距離的にも、まあ、500m ちょいということで、ものすごい歩きやすいルートとなっております。スタートしてですね、まあ、この赤ジブの近くにあるのがアディダスのアウトレットですね。このね、アディダスのアウトレットめっちゃ安いんですよ。今日の T シャツもここで買ったものでございまして、なんとお値段が1499円でございました。ユニクロ GU 並みの値段でアディダスが買えてしまいますね。本当にこのアディダスのアウトレットはおすすめです。プレミアムアウトレットの中を進んでいきまして、左奥にございますのがプーマのアウトレットでございます。ここもめっちゃ安いんですよね。私この日パーカーをですね1999円で買いました。いや、島村ぐらいの値段でプーマ買えちゃうんじゃないですか。そしてそのさらに奥ですね、この深谷プレミアムアウトレットの一番奥にあるのがナイキのアウトレットでございます。多分このアウトレットの中で一番でかい店舗がナイキなんじゃないのかなと思います。さらに進んでいくとですね、ここの右のところに楽器メーカーのコルグのアウトレットがございます。このコルグのアウトレットは世界でこの深谷花園にしかないらしいです。
まあここがねこの深谷花園の目玉の一つみたいな感じなんですけども、楽器好きにとってはね本当に熱いアウトレットですので、ぜひ行ってみてください。結局このルートではジガルデセルは落ちませんでした。このルートですね、前に一回やったことがあるんですよね。これ個人的な体感なんですけども、まあ、初めてのルートの方がジガルデセルは落ちやすいんじゃないのかなっていう気が個人的にはしますね。報酬もなんとも言えないものでした。ではもう一つルートをやっていきます。 Go to ふっかちゃんというルートですね。これは深谷花園プレミアムアウトレットで隣接している深谷テラスパークというところに向かっていくルートでございます。このルートのスタート地点のところにガリガリ君のオブジェクトがありまして、他にもガリガリ君フリーホールといったガリガリ君関連の施設がいっぱいあります。そこから深谷テラスパークにあるふっかちゃんの公園に向かって歩くルートでございます。ゴールまでの距離がだいたい 100m を切ったところでジガルデセルが現れました。やっぱ初めてやったルートだと体感としてはジガルデセル出やすいのかなという気がします。このルート今回初めてやったんですけども、ジガルデセル無事獲得することができました。そして報酬ですよね。運が良ければすごい技マシンだったり、不思議なアメ XL ももらえることがあるらしいので、技マシンノーマル元気のかけな、だいたいレードバトルぐらいの報酬でしたね。でもそれがね無料で手に入るのはやはり美味しいなと思います。ルートの評価もいいと思ったら5つ星を積極的に押していくように僕はしています。ルート作成ありがとうございました。ちなみにこのルートのゴール地点はふっかちゃんの公園となっております。まさに Go to ふっかちゃんというルート名にふさわしかったですね。ではルート2つほどやってですね終えました。5キロ歩き切りました。では行きます。へい。次は関東のガーディー、色違いを引かないことが大事。 OK では次ですね、5キロ分のやつです。5キロ歩いたから色違いだろう。そんなわけなかった。果たして、おお、ノーシャイン。ここも多分水ガーディーなんじゃないのかな。いやこれでね出なかったらね、ちょっとねフレンドさんに申し訳ないというか、せっかくいただいたのでね、いや出したいです。いきます、お願いします。しかしまだ終わっておりません。タスクですね、卵3つあったよ、5キロ歩いたよ、めっちゃ頑張ったよ。いやこれだけ頑張ったからね色違い出るんじゃないでしょうか。いきましょう、お願いします。うわー、 5% の壁ってそんなにきついか。お願いします。おお、ではラストです、お願いします。だーいやーこれきついって。これまたやるってなったらね、5キロ歩いたり卵割んなきゃいけないわけですからね。このね今回の翡翠ガーディの色違いを、狙うミッションタスクなかなかに厳しかったと思います。だから色違いがもし出たという人はものすごくラッキーだと思います。まあ確率は上がってますからね。でもまあもう完全敗北でございました。というわけで本日の動画は、まあ、深谷花園プレミアムアウトレットに来て、まあこのね、まあ、ふっかちゃんパークとかね、まあ来てね、まあルートとかもやりながら、まあ色違いガーディ、翡翠ガーディのタスクを上げていくという内容でした。まあルートに関しては、まあ、僕前回上げた動画でもね結構賛否両論あったんですよね。もう一生懸命歩いても違うレセル出ないからこんなやり損だろとかね、まあそういったまあご意見もあって、まあ、それもごもっともだと思ったんですけども、ただやっぱねこう買い物のついでにこう散歩できたりとか、それからこっちのふっかちゃんパークの方ですか、こっちの方には僕来たことなかったんですよね。ずっとアウトレットだけで、だからそれもルートがきっかけでこういう新しいところに来れたので、だからルートを歩くことでいろんなところを探検できるし、いろいろ自分の視野も広がっていく、まだ見ぬ土地に行けるというかね、そういうのがあるので、個人的にはねルートね、ジガルデセル出なくても全然楽しいんですよね。ジガルデセルが出なくても、まあ、すごい技マシンがもらえたり、それがコメントでいただいたのはなんと不思議な飴 XL もごく稀にもらえることがあるらしいです。だからレードバトルでもらえるような報酬がルートを歩けば手に入る可能性があるんですよね。でレードって課金案件じゃないですか、お金かかるじゃないですか。ルートはただなんですよ。頑張って歩けば、まあ、課金しないともらえないような激レアアイテムがもらえるので、やっぱね僕はルートはやった方がいいんじゃないのかなと。地軽にセル落ちなくても全然やるメリットは大いにあるんじゃないのかなと僕は思います。まあもちろんね、捉え方は人それぞれ、考え方も人それぞれ、そしてプレイスタイルも人それぞれです。ポケモン GO はね、いろんなプレイスタイルがあります。
きなようにゴーしようでございます。まあ、そのね、好きなようにゴーできる一つの手段が、まあ、このルートだと思いますので、まあ、僕はね、結構楽しいので、まあ、積極的にやっていきたいかなと思います。まあ、ルートがね、まあ、微妙という方は別に無理にやらなくてもいいと思います。まあ、本当ね、自分のね、好きなように、このゲームね、いろいろやっていくのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、AR だったりね、 PVP だったり、それからポケスト申請だったり、もうね、ポケモン GO っていうゲームはやり込みコンテンツがめちゃめちゃあるんですよね。それがすごくいい、だから飽きない。僕はね、こういうね、ポケモン GO のやり込みコンテンツすごい好きなんでね、これからもどんどんね、積極的にやっていければなと思っております。この動画少しでも良かったということでございましたら、ぜひまだの方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価などよろしくお願いいたします。ふっかちゃんに免じて大統領よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でよろしくお願いいたします。アディオス。